韓国の7人組男性ヒップホップグループである BTS。 世界中で人気を集めている彼らは、かっこいいパフォーマンスだけでなく謙虚で温かい人柄でもファンを魅了しています。そんな BTS のメンバーである B ですが、メンバーたちからある被害を受けていたことが明らかになり、ファンからの注目が集まりました。一体 B の身に何があったのでしょうか。現地時間の9月20日、米ニューヨークで国連総会が行われました。そこに出席し、スピーチを行った BTS。世界が認めるパフォーマンスとともに、メンバーたちのまっすぐで素敵な思いは多くの人の心に届きました。米ニューヨークの国連総会の場で、大役を務めた BTS は、その後アメリカからライブ配信を行いました。しかしそのライブ配信中に B がメンバーから思いがけない被害を受けていたことが明らかになったのです。ことの始まりはメンバーが座った位置でした。なんと B は熱心に運動に励んでいるシュガとジンの間に座ってしまい、自分のスペースがかなり狭くなってしまったのです。ご飯を食べながら話に花を咲かせているメンバーたちでしたが、B が突然両隣のシュガとジンに交互に見始めました。そして一言、あ、最近運動してる人たちの隣に座ったから肩が、とコメントしたのです。ご飯に箸を伸ばしたい B でしたが、体を鍛えている二人のせいでスペースが狭く思うように動けないことに不満を漏らしていました。そして B はシュガとジンの肩を交互にタッチし、二人の体をチェック。決して邪魔などとは言うことはなく、二人の見事な筋肉に興味津々のようでした。シュガとジンに挟まれたせいで、窮屈になってしまったことを不満に漏らした B ですが、二人が運動を頑張って、その肉体美を作り上げていることを知っているからでしょうか。二人の体を交互に観察していた姿が可愛さと優しさが集まっていて、多くのファンを釘付けにしました。以上が B がメンバーたちからある被害を受けていたことが明らかなり、ファンからの注目が集まったエピソードです。どんなことでも笑いに変えてしまう BTS は、さすが世界が誇るアーティストです。今後も BTS から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。